菅本優子は、日本の実業家、自称、モテクリエイター、タレント、元アイドル。福岡県北九州市出身。コス所属、HKT48 の元メンバー。HKT48 との両立が難しかったため、福岡県立八幡高等学校を中退。2011年7月10日、HKT48 第1期生オーディションに合格。 10月23日、フライングゲット全国握手会、西武ドームで初を広め、2012年8月18日、HKT48 を脱退。料理専門学校を卒業後、2014年に料理、研究家として、活動を開始するも低迷。2015年、講談社、ミス ID2016 準グランプリ受賞。2016年はじめにインスタグラムを開始し、 現在の SNS 総フォロワー数は100万人に到達。個人事務所コスを設立し、ライブコマース事業などで年賞2億円を上げる。HKT 時代よりーコスのニックネームで呼ばれ、一部書籍ではペンネームとして使用する。HKT48 立ち上げ時には看板メンバーとして青年漫画雑誌でグラビアアイドル活動も行うが、その後挫折。 ミス ID2016 準グランプリをきっかけに SNS での活動を活発化させインフルエンサーとして女性人気を得る。その自己プロデュース力をカメラマン、青山博下倉美はネオブリッコ、講談社、小林司は女子王と例える。収入はアイドル時代の100倍になったという AKB48 名義 AKB48 名義チーム H ファーストステージ。 手を繋なぎながら講演。ありがとうございます。